こんにちは、チエルです。今フィレンツェのホテルチェックアウトしまして、これからね駅に行って高速列車でローマに向かいます。今回はねトレニタリアというところを使います。トレニタリアは旧イタリア国鉄が民営化した鉄道会社で、言ったら JR みたいな感じです。でこちらねイタリアの全土を網羅している路線ですね。なのでイタリア旅行来ていろいろね回るってなったら使うことが多い列車だと思います。で板野の時もそうだったんですけど、座席とかね料金体制に何種類かあって、スタンダードプレミアムビジネスエグゼクティブと4種類ありまして、私は下から2番目のプレミアムを予約しています。こちらはね飲み物サービスがついたり、席とかもねちょっと快適度が違ったりする感じですね。一番下がスタンダードでエグゼクティブが最高級クラスで、料金体制もありまして、バーゼ、エコノミー、スーパーエコノミーとねあって、バーゼが一番高く、スーパーエコノミーが一番安いです。で私は今回真ん中のエコノミーを予約していて、でこちらはね定価より少し安い割引チケットなんですけど、その代わりにチケットの変更とかキャンセル返金に制限があります。予約の、ね、日時は変更できるんですけど、予約の列車クラスや人数の変更はできません。そんな感じでね、結構イタリアの電車って座席の種類とか料金とかにね違いがあるので、自分の旅のスタイルに合わせて選ぶといいと思います。というわけで、駅に向かってそこからトレニタリアのレポートしていきたいと思います。じゃあ行ってきます。というわけでサンタマリアのペーラ駅に到着です。ホームに向かいましょう。はい、ホームに来ました。人がすごい。でこの9543のサレーノ行きに乗るんですけど、こっちはね発車ギリギリまでねプラットフォームの番号が確定しないので、ここでねずっと見てなきゃいけない感じですね。はい、じゃあホームがね11番に決定したので向かいます。本日乗る高速列車が到着しました。トレニタリアが運行するフレッチャロッサという列車で、赤い矢という意味らしいです。それでは6号車から乗車しました。荷物置きはあったんですが、特に鍵とかもなく、ちょっと怖いのでやめておきました。そして窓際に着席。シートピッチはこのくらい足が伸ばせました。フットレストもあります。ただ角度は調節できなそう。座席前方には折りたたみ式の机、コップを置くところもあります。ちょっと汚いかも。コンセントと USB 付き、ゴミ箱も各座席にあります。シートは革張りで座り心地が良く、頭のところが枕みたいになっています。うわ、座ってから気づいたけどシートお菓子だらけだった。最悪。荷物はこういうね上のところにも詰めて、みんなね盗難が怖いからねこっちに大人の人は詰むみたいです。お、出発しました。バイバイフィレンツェ。ちょっと窓も汚いな。一応ね私が予約したプレミアシートにはドリンクのねサービスがついてるみたいで、多分途中でねドリンクが来ると思います。なんか山の方なのかな。緑いっぱいのゾーンに入りました。このね車窓からの景色が楽しいですね。ヨーロッパの電車移動は。あ、何ここめっちゃいい、綺麗。フィレンツェローマ間は結構大自然の中を走ってくのかな。で一応ね Wi-Fi もあるからちょっとつないでみます。こんな感じでちょっとめちゃくちゃ遅いですね。でもあるだけありがたいかな。何畑だろう、永遠に続いてるわ。あ、いいね。なんかこの辺とか画家が描いたらすごいいい絵になりそうな景色ですね。日本でいう田んぼなんだろうけど、なんかおしゃれに見えちゃう。しばらくするとサービスのドリンクとスナックが配られました。はい、スナックいただきました。なんかこういうスナックとナッツかな、おしぼり、シネラルウォーターももらった。
定食も好きなのが選べたんですけど、こっちはね、もう水とこのスナック2種類って感じで決まってましたね。少し車両の間のスペースを見に行きました。お手洗いとゴミ箱があるっていう感じですね。あと大型荷物置きあるにはあるんですが、かなり無防備な感じです。お手洗いはこんな感じで普通に清潔感もあり、飛行機のお手洗いみたいな感じです。まあ、あと洗面所もあって、ハンドソープなんかもちゃんとついています。でこれがローマテルミニ駅の1個前のローマティブルティーナっていうね、駅名なんですけど、ローマってついてるので降りないように注意してください。でもうね、次の駅が私の降りるローマテルミニ駅なので、そうそうね、降りる準備しておこうと思います。ちなみにテルミニ駅ね、めちゃくちゃすぐ多いらしいので、テルミに着いたらね、 GoPro だけでスタスタ撮りながら行きます。あんまりね、解説したりゆっくり撮れないかもしれないですけど、ご了承ください。あっという間にローマテルミニ駅に到着。2時間かからないくらいでした。はい、テルミニ駅到着しました。すごい人混み、ちょっとスリも怖いのでサクサク行きます。まあ油断は禁物だけど、しっかり持ってれば大丈夫そうですね。ちょっと世紀末な感じを想像しすぎた。じゃあこの出口から出てホテルに向かいます。で今回はテルミニ駅周辺のホテルを予約しているので、まあ歩いてすぐですね。ただね、この辺治安はね、あんま良くないらしいんですよ。でもやっぱ駅に近くて便利だからね、つい予約しちゃった。まあ、夜とかね、フラフラしないで、できるだけタクシーとか使えば大丈夫だと思います。こちらが本日宿泊するホテル、ザ・ハイブです。めっちゃ綺麗。はい、チェックインしました。121のお部屋。一応ね、今の階はレセプションなので、1階とはいえね、一つ上に上がります。おお、綺麗ね、ここも。あ、あった。こちらのお部屋です。ここ、あ、こっちですね。おおおおおお、開いた。はい、お部屋入りました。あのね、テルミニ駅周辺って治安がちょっと良くないみたいだから、最初ね、候補から外してたんですけど、そうすると結構ね、あの、なんて言うんだろうな、古い感じのホテルしかなくて、こういう近代的なね、ホテルがなかったんですよ。だから思い切ってテルミニ駅周辺にしたんですけど、こうやって大正解かも。めっちゃ綺麗。じゃあルームツアー行ってみよう。じゃあまずメインのお部屋から見ていきます。本日のお部屋こんな感じでございます。うわ、めちゃくちゃ綺麗。すごいモダンな感じですね。今回の旅で泊まった中で一番近代的かもしれない。そして広いですね。大きなベッドがあって、窓があって、でこっちにね、デスクのスペースとテレビがあります。でベッドサイドにね、コンセントもしっかりついております。でデスクはこんな感じで、結構デスクも広いですね。グラスもあります。でここ開けると、はい、冷蔵庫ですね。冷蔵庫の中身は有料だと思うんですが、水がどっちかな、わかんないですね。まあね、こういうスペースちょっと空いてるからね、買ってきたものもしまえそうです。なんかテレビの画面がね、しっかりリゾートホテル感がありますね。で、あの、こういう感じでミーティングスペースとか、おしゃれなルーフトップバーとか、スパ、フィットネスもあります。スパとかフィットネスいいなと思ったんですけどね、有料らしいです。今回はね、さすがにわざわざ入る時間はないかもですね。そしてデスクの横になんか荷物を置けるところと、横にはね、いろいろ入ってる棚がありますね。お、湯沸かしポットもちゃんとありますね。結構ね、ヨーロッパのホテルないとこ多かったので、部屋でお湯が沸かせるのは嬉しいです。で、マグカップでしょ。で紅茶もね、いろいろありますね。レモンティーまである。コーヒー、ミルクかな、お砂糖類だと思う。でその下がね、セーフティーボックスになっております。で、扉のね、周りも結構スペースが広いです。これなんだろうな、布団の予備かな。でその下がね、お洋服かけられるところ、ここも綺麗です。下にもね、いろいろ荷物が置けるようになっております。収納かなり多いですね。嬉しい、スリッパまである。そしてね、ランドリーサービスもありますね。で、全身鏡もございます。じゃあ景色も見てみましょう。ほう景色は良くないですね。パイプビューです。はい、そしてこちらが洗面所とお風呂場かな。まず洗面所こんな感じで、すごくね、綺麗。
めっちゃ使いやすそう。今回泊まったホテルね、この広いスペースがあんまりなくて化粧品置けなくて不便だったんですけど、ここはね、この洗面所も広くてすごく使いやすそう。でアメニティもたくさんありますね。シャンプー、シャワージェル、ボディローション、ソープ、ソープ2つある。これなんだろうな、お、なんだ、コットンとかシャバーキャップとか、あ、すごい、ソーイングセットに、ね、爪やすり、綿棒、あとなんだこれ、これはなんだ、あ、これもなんか、あの、あれですね、綿ですね。はい、いろいろ入っております。そしてハンドペーパーもありますね。ドライヤーはこんな感じで固定されてるやつです。あとこの可動式ミラーもありますね。で、お手洗いはね、やはりこんな感じでイタリア式のね、あの、なんていうの、あの、ウォシュレットみたいなところとトイレがあります。さすがにね、あの、ウォシュレットはついてないです。で、その後ろにこうタオルがいろいろ置いてありますね。で、シャワールームもね、こんな感じですごい綺麗だし、あの、今回ね、泊まったホテルほとんどね、このガラスの扉がちゃんとないホテルが多かったんですね。ここはしっかりね、閉められるから、あの、洗面所がびしゃびしゃにならなさそう。で、この手持ちができるシャワーと、上にはレインシャワーもついております。はい、水圧チェック。こんな感じ、めちゃくちゃ強くはないけど、普通に使いやすそうな水圧です。はい、そしてね、 Wi-Fi のスピードテストしたところ、めちゃくちゃ爆速、ダウンロード、アップロードともにめっちゃ早いです。はい、こんな感じでめちゃくちゃ過ごしやすそうです。今回の旅の中でね、一番部屋はいいと思う。でもね、今回の旅って全部ね、一応多分4つ星のホテルで抑えてるんですよね。結構同じ4つ星でもね、あの、ホテルによってだいぶ差が出そうです。ヨーロッパってね、クラシカルなホテルが多いんで可愛いんですけど、どうしてもね、ちょっと古いなっていう感じとか、清潔感がね、あの、日本人の基準からするとちょっと欠けてるかもしれないってところも多いんですけど、ここはね、もう本当に問題なく綺麗でモダンな感じですね。ちょっとテルミニ駅周辺大丈夫かなと思ったけど、ここにしてよかったです。じゃ、この後はね、ちょっと買い出しと夕食とかに出かけたいと思います。はい、じゃあ夕飯食べに行きます。なんかね、この辺りにもたくさんレストランがありそうなので、近場で食べちゃいます。じゃあ本日はこちらのお店にします。ホテルから近くて、 Google の口コミもいい感じでした。ラ・アンドル・ディ・ナポリ、ナポリ料理なのかな。で、席はね、テラス席しかないです。で、本当にね、この席とかは道路のね、ところにあるので、ちょっと落ち着かないんですけど、まあでもね、あの、ご飯は美味しそうですし、結構リーズナブルです。おつまみにモッツァレラチーズの揚げたやつを頼みました。ドリンクはとりあえずビール。じゃあローマ初日に乾杯。あー、生き返った。おー、すごい、モッツァレラ入ってる。あ、ビールに合う。めっちゃ居酒屋メニュー最強。はい、じゃあこの旅行何回目だよって感じなんですけど、またマルゲリータを頼んじゃいました。で、やっぱピザはね、これが一番なんですよ。パスタはトリュフのパスタ頼んだんですけど、トリュフが乗ってると思ったら、なんかね、ソースに刻まれてるのかな、トリュフのパスタです。じゃあパスタからいただきます。あー、すごい、トリュフとチーズのいい香り。めちゃくちゃトリュフのいい香り、しっかりトリュフだ。なんかね、麺はね、何かに似てるなと思ったんですけど、この麺ね、つけ麺と同じ感じだ。つけ麺の麺がパスタになってる感じ。あと、チーズクリームがね、濃厚、めちゃくちゃ美味しいです。じゃあマルゲリータもいただきます。こっちはね、フォークとナイフでピザ食べるみたい。シンプルにやっぱり美味しい。で、ここね、釜焼きでピザ焼いてて、ピザがね、結構人気のお店みたいなんですけど、香ばしくて生地もすごく美味しいです。あー、最高。じゃあゆっくりいただきます。はい、ホテル戻ってきました。
ゆっくり休みます。じゃあ行きます。1、おー、 1.6 ロールぐらいです。それでですね、明日はせっかくローマに来たんですけど、朝からね、あのアマルフィとポジターノに行くツアーに参加することになっております。というわけでですね、その様子はまた次回ということで、こんな中途半端な格好ですが、ここで動画を締めさせていただきます。最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。またインスタにもね、旅の写真たくさん投稿してますので、よかったらそちらもフォローお願いします。では、また次回。おやすみー。